はじめさんこんにちは、カンです。ということで今日はですね、スタンプ15個目でゲットできる MVP キアラ、めちゃめちゃ見た目いいですよね。ほんまにもうめっちゃ欲しいんですけど、まあ、このキアラの性能を紹介していきたいなと思います。僕のチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。あとメンバーシップ始めました。はい、というわけで今からキアラの性能を見ていきたいなと思います。リーダースキルは、まあ、リーダーとサブのハード属性のみスタミナ消費マイナス 10% っていうことで、まあ普通のリーダースキルですね。リーダーにしなくてもいいやつで、オートスキル1はですね、試合中一度スタミナが黄色以下になるときスタミナ 100% 回復、あの15秒間スタミナダメージ無効。あ、これいいですね。で SS 使用時使用回数が回復するということで、まあほんまに体力が枯れることは多分ないんじゃないかなと思います。で、まあスタミナが緑色でスイングエリアがプラス 10% で、スタミナ消費もマイナス 20%。あ、ほんまに、もう、これは枯れないですわ。え、短っ。え紹介これだけで、まあ、スーパーショットが40秒間特殊状態になる高速カーブ。まあ、40秒間は結構長いように見えると思うんですけども、まあ、この子が SS を打った時って、すべての打球、一個一個に時間がかかるんで、ちょっとね、ループするかちょっと微妙な感じはしますね。で、打球中、スピン、スライス、ドロップ、ロブ、スマッシュ。この5つ、もうすごい量ですよね。これが着弾後、コート内で不規則に反射するリフレクトショットね。それに変化すると。で、打球に付与された一部効果無効ということで、これが強いですね。一部効果無効があることによって、シャルトからスライスの吸引も、吸引されなくなるっていうことで、めちゃめちゃ強いものとなっております。ほんで、移動速度もプラス 10% っていうことで、まあ、ボレーもしやすいんかな。はい。というわけで、まあ、このキアラと戦ってきましたんで、それの動画を見ていってください。どうぞ。はい、というわけで試合目やっていこうと思います。まあ、キアラね、これめちゃめちゃ楽しみですね。なんかさ、試合の動画、なんか運営さんが初めに出してくれる試合の動画あるやんか。あれを見てる限りめちゃめちゃ楽しそうやった。マジであれやられる側になりたかったん、早く。だからめっちゃ楽しみです。ということでね、よろしく。今回もフレーマーを頼みました、ツイッターでね。はじめは違うキャラで SS を貯めるそうです。まあ別にキアラね、初めの性能強いとかなかったからね、それでいいんじゃないかなと思います。まあラインマーシャルロットに勝てたら大したもんですよね。よいしょ。ただ、まあ、噂によると割とキアラ強いらしいっすよ。僕まだこれが1戦目なんであんま分かってないんですけども。てか相手 SS 溜まってるやろな。オンザレ早く抜いてあげな。よいしょ。で、キアラの SS はカーブショットやから、まあ、その準備だけしておくと。よいしょ。こっち。あ、減った俺。さあ、お待ちかねの。おお、やっべやっべ。あ、意外といける。ただこれ、吸引ショットはし、あ、うん、そう、吸引は効かへんやったっけ、確か。あ、やばい。え、強くねそれ。え、やばくね。え、やばくね。え、なんかめちゃくちゃ強いと思う。キアラマジパネーっていうこと言っててんけど。え、やばくねこれ。着弾で見えるキャラでも多分、ノーバンで取れば多分いけるんやろうけどさ。オーバーラインだって、オーバーラインシャルに勝てるのか。これ結構問題っすよね。でもダメージ面が結構強いから、やべえ。やべえぞ。キアラめちゃ強いぞ。やってよ。キアラ見た目的にも一番可愛いと思ってるから俺、今のところ。だからめっちゃ楽しみこれ。だっけ？やべえ、これほんまにやべえぞ。ただまあ、ライザーシャルロットはジャスト確定やから、あ、結構取りやすくはあるよね、普通のキャラよりかは。それはあるけれども、どうやるな。やべえな。うわやべえやべえ。これ規則性あるんかな。いや、マジでこれ、規則性見つけたらほんま、天才すぎるでな。今んとこ全然分かれへんぞ。あ、決まった、ラッキー。いやー、やべえな。キアラやべえな。なかなか、なかなかの主。おりゃ！アウトしちゃった。ちょっと角度狙いすぎたらアウトしちゃったよ。キアラも体力面で最強やからな、ほんまに。例年。どのキャラでも最強やからね。ラッキー。あ、スマッシュがやばいらしい。聞いたところによると。スマッシュ以前のもので他のやつもやばいや。あ、わかった。ノーバンで取ったったらええんちゃう。今度いける説。でも、ただそれはジャスト確定とか、ノーバウンド返球可能なダイレクト無効とかのキャラじゃないとあかんかったりするやろうけどさ。あと SS が回れへんっていう問題もあるよね。1打球1打球が結構さ、遅めの球やからさ、40秒間だけで垂れへんっていう問題は出るよね。だからそれが結構厳しくはあるけど、どうなんやろね。よいしょ。うん、私が下手くそごめんなさいね、皆さん。まあ、デュースになったからもうちょい楽しめるということで。まあ、どうせまあ2戦目とかもあるんですけど。よいしょ。やばそう。ほんまにやばい。ほんまにやばい、それ。でも、なんやかんや取れる説あるな。ジャスト確定であれば。
うん、でもどうなんやろ、相手のスインゲリアもだってスインゲリア広がるみたいなせいのあったよな、体力緑やったら。なんかラケット振ってたら取れる説みたいなとこちょっと出てきたライバー。いいね、今から2戦目やっていくか。いやーどうなんやろね、結構ね楽しいよねこれ。ほんまやられる側楽しい、やってる側も楽しいんかな、ちょっと分からんけど、この追いかけっこする感じ楽しない。俺結構好きなんやけど。とりあえずまあ初手は他のキャラで SS を貯めていくっていうことで、まあただの戦いになるんです。あ、ミーア取ってもうた、やってるわ。みんなもこんなミスない、ミーアリーダーにしててさ、ミーアドリンク置いてんのに取ってまうみたいな。あまた対決、あまた相手にさ、シャルってやっぱ普通に枯れてまうやんか。だからそのためにミーアとか置いてるわけやねんけどさ、初めに取ってしまった時の絶望感ってやばいよね。よいしょ。そう、今からキアラが SS を飛ばしてきます。カーブショットの構えを、よいしょ。いけたよ。えほんまに、あ、これスマッシュやばいらしいから、やっぱ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 え、こんなんやばすぎ、絶対無理な気すんねんけど。おい、ギリセ、これがほんまに、これやばい。はぁ、あ、無理やん。これやばいな。マジで高齢とガリーのキャラになりそう。絶対こんな事故るやろ、いつか。え、ちょっと取ってないっけ、オッケー。いや、今から、これ、オーバーラインになってからが戦いやと俺は思ってるから。てか、これスライスで吸引できるのが強いね、普通に。打球効果向こうついてるから。よいしょ。やべえ。マジでキャラ強え。どうすんだよ、これ。いやじゃん。いやこれマジふざけてへんからな、みんなこれ。いやマジやばい。あ、今からあれやわ、オーバーで、あちゃうわ、今 SS 打たれたから、うわほんまにやばい。え、これほんまやばくね。はい、というわけで3戦目やっていこうと思います。マジでキアラがやばい。やばい、もう笑いこけてまうわこれほんまに、ずっと笑ってまう。性能紹介の時もさ、結構俺笑ってもうてさ、え、こんなんやばすぎやとか、あの性能紹介の時リフレクトバスターみたいやんって言ったらさ、みんなも結構共感してくれて、その時嬉しかった。同じ世代やなと思った。マジ稲妻イレブン世代やからな。てか超次元サッカーと超次元テニスは結構一緒みたいな感じやんな。よいしょ。白猫テニスは超次元テニスやから。危な、セーフ。よいしょ。で、オンザボン。あれ？オンザは？SS 打ててないじゃん。え、やば。空打ってしまった。ごめんなさい、皆さん。でも今からね、僕は頑張るんで、見といてください。こう！はい、ラッキー。え？ちょっと時間がかかったけど。まあ、OK。よし。いや、マジ、キアラに勝つから俺は。チャージショット習得します。え、習得したんじゃない？ちょ、下手くそやね。ちょっと待ってね。いや、次からやから、本番は。マジ、今からが本番やから。うい。あ、落ちた。これは、シャルが悪い。俺は悪くないよ。うん、ちょっと早いで打ったからで、そんなにアウトすることはないよ。よいしょ。よし、ラッキー、ラッキー。オーバーラインになりました。そうやね、これワンバンする前に取るんがベスト。うわ、これいいね。ワンバンした瞬間にラケット振ってあげたら、まあ、ジャスト確定であれば飛びついてくれるから、それで決めるっていうような戦い方になりそうな気はするね。よいしょ。うん、まあ、シンプルにね、シンプルにチャージショットのジャストは強いっていうことが今分かったね。よいしょ。よいしょ。ナイス。え、これ普通にさ、スライスでその球打てるってやばいな。普通にカーブショットと同じぐらい曲がってるから、普通に画面外飛んでいくんがやばい。あのフェイとかと違ってさ、フェイは普通に見えてまうやん、ずっと。まあ隠れる時もあんねんけどさ。やば。え、負けた。マジやべえ、キアラやべえ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。キアラマジでやばいっすね。いや、これほんまに、なんかもう事故りそうでやばいんですけど、貴族性とか、いずれ分かってくるようになるんですかね。え、マジでキアラバケモン強いと思うんですけど、体力も枯れへんし、打球効果向こうはあるし、あの得点力のあるスマッシュ、ボレー、スピン、スライス、なんか他にもドロップとかもあるんですけど、え、マジでやばいと思います。いや、ほんまに皆さんこれ、当てれた人はめちゃめちゃいいんじゃないかなと思いました。ということで、まあ、僕のチャンネルではこんな感じのためになる動画を上げてて、これからも頑張って投稿していこうと思いますので、まあ、チャンネル登録と後でもよろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。バイバイ。